はい、皆さんこんばんは。今日プロユーチューバーのカツっパです。それでは ABC321 回目いい問題やっていきます。いい問題はこちら。コンプリートバイナリートリー一1から N までの番号が付けられた N 頂点からなる木があります。各 i について、頂点 i と頂点2分の i を切り捨てたやつを結ぶ辺が貼られています。逆にこれら以外の辺はありません。はい、この木において、頂点 x との距離が k である頂点の数を求めてくださいと。と ただし、二頂点 UV の距離は、頂点 UV を結ぶ単純パスに含まれる辺の個数として定義されますと。T t 下のテストケースが与えられるから、それぞれについて答えを求めてください。t は10の5乗なんで、まあ、たくさん来ますと。n はめちゃくちゃでっかいので、実際に気が作れません。で、x はまあ、好きな数字が来ると。まあ、k も別になんかあり、普通の数字ですね。はい。個数を求めるやつですね。二頂点間の距離を求めるとかでもないと。はい。 で,えー、でも、二乗転換の距離がどういうふうになっているかを考えていきましょう。で、これなんですけど、えー、二進数で表す、二進数で表すのが急すぎるな。えっと、普通にまず絵を描いてみましょう。0、子供が1と2、あ、1からか。1からですね。すで、1の子供が2と3で、えー、子供が4と5、まあ、6と7となっていますと。はい、こんな感じですね。で、二進数表記したくなって、 くるわけなんですねこの人が00001ここは000010と0011 0000ですねで次が0 0 0 0 0ゼ1 0 0か、はい、100と0010100110と00111ですねはいでこういうのを見ていくとどんな気持ちになるかというと うんまあ、0を書く必要なかったな。これ結局、あの、0、まあ1からスタートはするんですけど、その後 0, が0を追加すると、0をその右に追加すると、左に動いて、右に追加すると1を動くと。1を追加するという感じですね。つまり、例えば、なんか110、110101みたいな人はどこにいますかってと、1から開始して、1だから右。えー、次は、0だから左。 次、0が左、次、1だから右、0が左、1だから右っていったところにこの人います。っていう風なのが、ちょっと今の図を見るとね、見て取れると思います。この図を見るとですね。はい。まあ、なので、これを見ると、ある2つの頂点の距離っていうのは、えっと、木を下ることがちょうど、えー、1桁右に増やして0か1を追加することですね。で、まあ、逆に言うと、1つ戻ることが、えー、0か1を消すという項になります。まあ、これは2倍して1足す。 2倍して0足すという,ふうに思えば全然当たり前ですよ、ねまあ、なので、ある頂点 x があったら何をしたら距離 k になるかというと、はいまあ、あるところまで,あで、木のパスってどうなってるかというと、必ずこうあるところまで登って、あるところから降り,、まあ、降ります。なんか登って降りて登って降りるということはありません。なぜなら、登ることって1通りしかないので、降りて登ると来た道戻っちゃうんで、それは距離,距離を表すか最短距離じゃなくなりますよね。 必ず一回登って降りるか、まあ、降り続けるか、どっちかしかありません。なので、この、まあ、とある数字、頂点 X から行き先っていうのは、まあ、どっか好きなところまで上がって、で好きな風に下がる。けど、下がる道はさっきと同じだめなので、最後に登ったのが0から登ってきたなら次1に行かないといけません。で、あとは何でもいいです。っていう感じになりますね。はい。っていう風になるので、で、N は10の18乗なんで、まあ、64桁ぐらいです。 64もないと思います。60桁ぐらいだと思います。で、60桁ぐらいなんで、どこまで登るかは60通りしかなくて、折り方は、まあ、なんとなるでしょう。折り方は、えっ、ー、と、何桁折れるかが決まってるから、まあ、何桁折れるかが決まっていて、ここは全通りありえますかというと、まあ、N による頭打ちがあるんで、そこと勘案しながら考えればいいですね。つまり上位 N 桁が決まって、上位 L 桁が決まってて、解 上位用意、あ、U 桁が決まってて、解 L 桁を自由に定めてよいが、N を超えないようにしてくださいと。桁数は定まっています。というふうな問題ですねで。桁数で全探索をしていきましょう。なので、t イコールイントのインプット。まあ、それぞれ60回ぐらい計算すれば終わりですね。ログ N なのかな、計算量としては。で、で for ル for, なんとかインレンジ ,t、ソルブ というふうにししてあげましょうで、ソルブの人がソルブしてくれると。で、ソルブの人は何をするかというと、n と x と k をもらいます。はい。で、次は、えっ、ー、と、n はアドアで計算するのでよいとして、x から何桁上があるかっていうのを見ていきましょうか。はい。x イコール。 はい、えー、x イコール、だから二振数表記したいので、えっと、うーん、どうしよっかな。だからまあ、上がる桁数を、k としてあげて、4を、アップ、アップ、上がる桁数をアップにしましょう。アップ、イン、レンジ、まあ六十ぐらいまでやるかな。まあ、x 次第なんですけどね、x の桁数が欲しいので、えー、っと、 の桁数が欲しい。で、x は 1, 2までになります。だから、x がもともと2桁なら1回までしか上がれません。3桁なら2回までしか上がれませんので、まあ、何2の何乗、だから,だからデプス、d e p t h x デプスを求めてあげましょう。は、まあ、とりあえず0でホワイル x、y を x を何回割れるかなので、x デプスが、ただ、もうちょっと、 ししてもいいかかどうう見ましょうこれが0以上ならば xdepth プ,プラス1ですね。はい。こうすると x の深さが分かります。前は何回まで上に上がるかが分かります。というわけで、何回上がるかをこの xdepth 回までやりましょう。でやってあげて、はい。で、あとは、 あ,であと0回上がった場合、どっちにでも降りれるので注意が必要ですね。そうじゃない場合は、さっきじゃなかった方に行かないといけないので、気をつけましょう。じゃあ、そのどこまで行けるのかって話なんですが、えー、となんか謎の数字があるとしましょう。x イコール2進数表記するとこんな感じだったとしましょう。この場合、x で普通は1、2、3、4、5、6、7。7ですね。8桁ですけど、7回しか上がれないので7です。で、例えば3つ上がりますって言ったら、この3つを消します。でさっき 3桁目0だったので、ここは1にしないといけません。で、あとは、まあ、K が、ごラっとしたら3つ上がって2降りるなんで、えー、ここ1に降りて、あと1回好きな方に降りれるよ、0と1だよって感じですね。で、ここは K がなんか、8とかだったら、今3上がったので、5降りるのかな ?5 降りるから、まあ、0、0、0、0。 5回降りて0か、5回全部1に降りるか。まあ、ここの範囲選びます。で、ここの範囲の中で n を超えるんだったら、どっかでいい感じにトランケートしてあげてねという感じですよね。はい。ので、やることは、まず、ここの数字を知りたいですね。で、えっ、ー、と、アップが0のときは気にしなくていいんだけど、アップが1順のときは言っちゃいけない方法があるので、ifup="0 だった場合は、この 3,、えー、3の時は、 二、三回上がるときは、一二三と見つけするんですけど、ロ、一二下から二の二乗桁目のところのビットを反転してあげる必要があります。で、そこまで降りることは確定か、確定でもないか。ああ、だから、これ面倒くさくて降り、降りれないこともあるんですよね。上がり続けて終わりってこともあるんで。上がり続けて終わりは、ちょっと特別扱いしましょう。えっと、降りることしかしないのと、上がることしかしないものは別で、 考えて、1回上がって必ず降りるというやつだけ考えましょう。なので、まず、アンサーイコール0にしておいて、<ス> ifx d e p プスが、つまり十分、軽快上がってもいいってなったならば、上がり続けるだけというのがあるので、アンスプラスイコール1です。はい。で、あと、ここは、k、k-1 回までは上がっていいですよということで、k、k-1 引く回まで上がっていいから k も、k まで。 いいですね K。K 未満まではいいってことですね。はい、で、アップは0であー、そうですね。フォアップインレンジ、これ、アップが0より大きいときというか、アップも0より大きいものだけ考えましょう、ここではで。ここは必ず上がって下がる。これ。で、この人は上がるだけ。で、下がるだけもどっかでやりましょう。 で、上がって下がるをまずやりたいんですけど、アップは必ず1以上なので、えー、っと、1の、だからまず、えっと、ルート。ルートというか、上がりきった場所は、上がって下がるんで、上がりきって1回は下がります。で、ここを、ここを基地点にしましょう。ここをルートとしましょう。はい。で、差もないと、ここをルートにしちゃうと、どっち降りていいかわかんないんで、ここをルートにすると、あとは2の、まあ、残り上ぐらいの、 有用があり、そこは n、M、よりちっちゃいところを n より小さい部分だけ考えてくださいって感じですね。はい。で、ルートは、なので、つまり n-2 桁落として、あ、違う、アップ引く1桁落とし、で、最後をひっくり返す。なので、ルートは、えっと、x をまずアップ回上がるにてアップ引く1回上がり、で、さらに、 末尾の桁を逆側にしましょう。これですね。はい、らです。で、さあ、それとダウンはいくつかになるかというと、ダウンは k-up 回ですね。なので、レンジは、レフト、min、えっ、ー、と、レンジ、L。まあ、まあ、レフトでいいかレ。L は、レフトは、え、ルートかける、ルートをダウン回、 ずっと0をつけるとこういう値になりますね。で、L、R はルートのダウン解1区なりは全部1だから、これどういうことかというと、うんと、いろんな解釈があって1をくっつけるから、1足すと、あ1足すとはめんどくさいですね。まあ全部1を足してほしいから、まあ L と R の差がちょうどこの、 n 桁分1をやったやつなので、2の n 乗 -1 ですね。だから l、l プラス2の n 乗 -1 みたいに考えてみましょう。l プラス2の n 乗ダウン乗 -1 と。はい、OK です。で、こうなったら、で、if、まあ l、l から r までの範囲取れますねってことで。で、n がどこにいるかというと、n はすでにもう、はるかちっちゃい方にいるか,か、間にいるか、はるか大きい方にいるかどっちかですね。まあ、3パターンあるんですけど、 数え上げが発生するのは、これと、これだけなので、ifr より n の方が大きければ、ans プラスイコール、なんですか、これは、えっと、r l プラス1。まあ、というか、1の、これです。あの、下、ダウン桁は何でもいいですってやつですね。で、elif、えっ、ー、と、r は n より n より未満なので、一部できません。ただ、l より大きいからい、一部は、えっ、ー、と、 なんですかあのちゃんとう動きますよってことなんで。で、僕はちょっと不等式の向き揃えたい派なので、こうしましょう。こういうやつは少なくとも数えられるので、アンスプラスイコール n、n 以下、l 以上なんで、ね、引けるプラス1ですね。上刻のプラス1を忘れない。はい。で、それ以外の場合があって、それは n が l より小さいときなんですけど、その時はもう何もできないので大丈夫です。はい。で、一つ気をつけることがありまして、えっ、ー、と、k がですね、めちゃくちゃ大きいと、なんかこの、 ダウン、ダウン回左にシフトするときに大変なことになるんですよね。なので、まあせ、せいぜいダウンは64までしかうるさいようにしましょう。なので、if、ダウンが、まあ、何ですか、64を超えたりすると、もうそもそも絶対 N より大きいんで、こういうときはブレイクですね。ブレイクでいいのかなそうですね。ブレイクブレイクか。いや、わかんない。まあ、このときはコンティニューでいいです。 とりあえず計算しないでください。ブレイクしていいかどうかはちょっと続きに意味があることがある,あるか分かんなくなっちゃったんで、まあ一旦やっちゃいましょう。はい。で、あと下がるだけを考えればいいんですけど、これはほぼ同じで、ルートイコール x。で、down は k です。ifdown が64より、まだこれ、うん、一緒にしちゃうか、やっぱり。 こうやって、えー、ifup="0 の時は、これは下がるだけなんで、で、えー、ルートは、x、x ですと。で、down は、k です。で、else、えー、こっちは下がって上がると。こっち下がるだけで、あ、じゃあ上がって下がるのが、この else のパターンですね。 はい。で、こうすると、えー、ルートとかダウンはこうですね。で、こういうふうなスコープの張り方ができるのが Python のいいところ、いいところというか、面白いところですね。ルートは if 部の中で、こう、初めて定義されてるんですけど、えー、っと、ちゃんとここで使えるようになってます。Python すごい。はい。で、これすると、あここは、そうですね。で、これで全部足されたので、全部足されました。リターン。 アンスプリントアンスした終わりか。ここでは因縁と合ってるかな合ってますね。はい。ではちょっとやっていきましょう。はい。ちょっと頭がこんがらがるものレ入れをら、切ってやると、1、8、9、12、4ということで、えー、嘘が出てきました。すいません、嘘をついてしまいました。えー、なんででしょうか。えっ、ー、と、N が10なんだから、そんなに多くあるわけがないんですよね。N が10です。 1>, 1個目が1はいいんですけど、2個目が8なのがすごく気になっちゃいますね。ああどんなアップを計算したんでしょうか。プリントアップ、アンス。で、5。え12にったらいいです。こうすると0、8の8ですね。アップ0、アンス8。果たして本当にそうでしょうか。ートは X なんですよね。 はい。x2 だから、ダウンは、ダウン、ダウンみたいな、ダウン。アップとダウンが分かるはず。この10の2の1。ダウン8、ダウン1。ダウン1、そうですね。ダウン1なので、はい。これはルートを、 一回左に寄せたやつですよとか。と L と R がきちになりますね。こうなってくると。L と R と。はい。だからちゃんとしたエリター使うと、ここら辺で、あの、いい感じのデバッカーが使える気がするんですけど、ちょっと古き良きプリントデバッカーを使ってます。ここに出てまして、0、2、4、8、11。8、11ね。L と R。L が8、R が11。あって、そう。で、10以下だから、これですよね。 ここになるはずで、なんでアンス8、そんなでかいんだろう。こういうふうアップでしょえっ、ー、と、ここのアンス、アンス、アンス3。あ、アンス、んでアンス0ですよね。いいですね。アンスプラスイコール1。他にアンス出されてるかちょっとここしかなくて、なんでアンスいきなり、そんな大きい数字になってしまったんでしょうか。 えーっと、ゼロ01845。んじゃロゼロ一八四五か。はあー、なんででしょうね。八になって、アンス八になって、ここで回すとさせましょう。十二の一と。はい。一一ですよね。そうですよね。なんでしょう。あ R が N より大きいから。そんなことはなくて、R は5ですよね。N は ?N。N が小っちゃいもんしかし,して。なぜか。N10 ですよね。あ、違うか。うん。だから、R、N が、あ、これ、だから違うな。N が、N が R より大きいのみな。こう、こうですね。こうだし、こうすると、 いいのか、はい。ちょっとなんか、等式の書き方が間違ってましたね。3になったらだ合ってる気がする。ちょっとこうやって、0、0がある。1、3、3、5。ちょっとね。じゃあ一旦この便利な人が消えてもらって、他のプリントは中てもらいましょう。1、3、5、5も違うよな。えー、じゃあ、5の人を合わせに行きましょう。 えっと、5の10の2の2。はい。これは0、2、3、8、10、1、1一1、五5、6、7、0ということで、2個やってて、降りるだけの人は、L と R が8から11ですから、まあ、2個あると。本当に2の人は、降りるだけ、2回降りるというのが、 8から11のうち10までだから8、8、9、10で n-l-1 ですね。だから3、アンスが3になってます。嬉しい。で、1回登って1回降えるは、えー、っと、あ,あそうか、わかった。ここだ、ダウンって、K、k-up-1 なんですよね。もう1回下がってるんで、こうか。はいはい。こうするとなんか正しい数字が出てる気がする。 はい。これこうやると、1、3、4、2、0。ああ合ってますね。よかった。じゃあ、このちょっとでっかいやつまで試して。合ってるなんか、最初の一桁だけ見て合ってると判定してあげましょう。合ってそう。なので、これをテースします。はい。ちょっと手こずっちゃいましたね。方針は合ってたんですけど、実装がちょっといけてなかった。はい。まあ、これの様子を眺めて、F と G を解いていきましょう。なんか問題数がね、あの減ったんで嬉しいですね。EX がなくなったんでしたっけ、最近。 取り組みやすいです。全館もしやすいですしね。はい。じゃあ FG は別の動画にします。お楽しみに。